サベラさんが提案したローズさんのプレ誕生日会に参加。気分転換もそうだけれど、メンバーのみんなと久しぶりに笑えた。でもなぜかイザベラさんが私に願い事はないかと聞いてきた。ローズさんの誕生日なのになんで私に？と思ったけど、今ならわかる。私の悩みを探っていたのだ。実はその夜イザベラさんが悩みがあるけれど誰に相談していいかわからないと打ち明けてきた。その時私は、悩む時は友達に聞くべきというと同時にハッとした。イザベラさんは私に誰かを頼っていいことを伝えたくて悩みがあると言ってきたんだと。イザベラさんの優しさを感じると同時に、いつの間にかイザベラさんもこんな方法で私に悩みを打ち明けさせるくらいに成長したのかとちょっと感心した。でもそれはイザベラさんには内緒。イザベラさんにメンターからつけられたコメントのことや今の悩みをすべて話した。発表会の時間は刻々と迫っているけど、不思議と以前よりずっと落ち着いている。この安心感は悩みを打ち明けられたことと、イザベラさんが一緒に頑張ろうと言ってくれたその言葉のおかげかもしれない。